JR 和田岬線の103系と JR 当局は胴体保存などをめぐり火花を散らしていた詳しく話せば長くなるので前回と前々回の動画を概要欄から見てくれよー103系衣装はもう買い方ちょちょ待ってや何が衣装やそら言うてももはや岸田総理が辞任するかお前さんが廃車されるのかどちらが先かという段階まで来とるで <laughs> そうと言うて、俺を使って金儲けしとるやないか。これなんやファンサービスやがな。お前さんの存在価値はもはや鉄道ファンへのファンサービスのみや。それはそうとして、この値段は何やこんなに取ってるくせに俺にギャラはないんかおー、そらそうや。いくら欲しいね二2億3000万円。あほかもお前。あのイベント、仮に全部の会が満員でも、 710万4000円しか儲からへんのに、そんなに出せるか。そこで前回の予告を回収すなよ。えそれでも700万も儲かるんかいな。なんやそれ。半分くらいよこせ。いや、日本旅行の取り分もあるから全部が儲けちゃうわ。お前に渡せるのは、まあ、1万円ぐらいかな。1万って、どんな悪徳芸能事務所やねん。さあさあ、今日はそんな煩悩の塊であるお前さんに印ンを渡すため。 大屋さんで速度された南海の六千大アジャリにお越しいただいた。えええ、大アジャリ説明しよう。南海六千大アジャリ。話せば長くなるので、前回の動画を概要欄から見てくれ。あ、あなたが会社にされたくないとごねてらっしゃる百三計さんですかな形あるものは必ず壊れる。あなたはこれまで一生懸命走って来られた。私ももうすぐスクラップになる。仏様の導きのもと。 あなたも気持ちよく更新に道を譲られてはいかがですかな、ね、えそれってあなたの単なる主観ですよね。あなたがスクラップになろうと俺には何の関係もない。俺が走り続けたい意志は自由なはずで誰にも止められない。仏様のようなお方がその意志を縛り付けるようなことは逆におかしいじゃないですかはい、ドンパー。 お伏せ返してくださいふん、ダイヤじゃりも大したことないのこ <laughs> のれーこの神も仏も恐れぬ人のどき者めいや700万稼いで1万しか出さへんやつに言われたないわ当局と103系の溝は広がるばかりどうする103系次回101系との再会地獄の底からこんにちはにご期待ください